もうすぐあの人との理想の生活が始まる。もうすぐ鬼頭拓也人生最高の日。もう私こいつに触れられたらマジもうスマッシュ出ねえから、出ない。先月最愛の人ミオとの初タッグ。しかし転倒してますよ。他の人にやるのグーでしたね。ああ来たもん。しゃあああのさ今考えてた、私あいつとシングルマッチやりたいって。マジでボコス戦う。またそのバカなこと言ってんすか。あいつは全くもうね照れ隠しにも程があります。あいつもうこうなったら婚姻届持ってって、であいつにそのみんなの目の前で判を刺してね、もう服従させてやりますよ。あれがやりたい。あの私息の根を止めたい。というわけで狂気使用 OK を要望する完全決着ノールールマッチでお願いします。この試合は狂気使用 OK ノールールマッチに決定。対する人は、何時は白井美代選手を一生愛することを誓いますか。誓います。結婚式のリハーサル。2人いるときは向こうもいつになったら結婚してくれるのみたいな、もう早くしてよみたいな感じですから、逆に自分はまあもうちょっと後でもいいんじゃないみたいな感じだったんですけど、何の材料もないところからそこまで妄想できるところがキモいし、会ったこともほとんどないやつに婚姻届を出されるなんて虫が走る。勝てば結婚、バラ色の見事の生活が待っている。でも本当に大嫌いな顔してないですよね。大嫌いって言うとき人大嫌いだよ。危険な匂いを醸し出すクレイジーウェディング。妄想は現実を超えるのか。第3試合狂気使用 OK ノールールマッチ、白井美代対鬼頭拓也。